皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。今回は新作デモ版のご紹介。現在 Steam で発売予定の新作デモ版のイベントである、Steam Next Fest が開催中で、多くの体験版が公開中です。今回もいろいろ面白そうなゲームが目白押しなのよね。我々もいくつか興味のある作品をプレイする予定です。今回はその1本をプレイします。タイトルは、ワンミリタリーキャンプ。その名の通り軍事キャンプ、いわゆるブートキャンプの運営シミュレーションです。ワンモアセ。ビリー隊長懐かしいですね。貴様らはクソだ、豚だ、わかったらサート呼べ。ハートマン軍曹も懐かしいですね。まったくいやらしい豚ちゃんなのよ。ええんか、これがええのんか。それはブートキャンプと何の関係もありません。ブートキャンプまでゲームにするとかもう何でもありなのね。発表当時から面白そうだったんでウィッシュリストに入れてたんですよね。ちょうど体験版が公開されたので早速遊んでみる所存。では始めましょうか。ヘイキ様、こんなところで何をしている？お、ハートマン軍曹。違います。違うの。彼はホーキンス軍曹、本作における我々のガイド役ですね。同じ軍曹ならハートマンでええやん。欲はありません。え、あんたが新しいジャーマネ。おっとすまねえな、ソーリー。最近じゃ誰も信用できなくてな。すまんな。随分ノリ軽いのね、このハートマン。俺はハートマン軍曹、このキャンプの責任者。あなたはホーキンス軍曹です。まだ生きてるってことが信じられねえぜ。あのクソったれのドラガンどもが俺を捕まえようとしやがった。でもハートマン頑張った。危機一髪で奴らを出し抜いてやったのさ。ハートマンなんか勝手に喋ってる。今この世界はドラガンなる勢力に侵略されてるんですね。このキャンプを運営し、兵士を育てて軍隊を組織して、ドラガンから領土を取り戻すのが本作の目的です。まあそういうこっちゃ。じゃあ早速始めるぞ。中に入ってくれ。来てもらって早々悪いが、このキャンプはひどい状態でな。従業員なし、物資なしの何にもナッシング。ハートマン困っちゃった。知らんがな。まあ何もねえとこだが見て回ってくれや。何もねえっておめえ責任者だろ。とりあえず今のキャンプを見てみましょうか。この場所に軍事キャンプを作っていくわけですね。無駄に敷地だけは広いのね、このキャンプ。今ある施設は2軒、宿舎と食堂があるだけみたいですね。ほぼゼロからのスタートってわけなのね。ここが兵舎だ。最大キャパは7人。わかったか、クソども。わかりましたさ。適応早いですね。だがしかしこの兵舎には電気が通っていない。電気なけりゃ俺の兵士が暗いの怖くて安心してスヤーできんのや。赤ちゃんかな。じゃけんさっさと電気ビリビリしてこいや。わかったか、クソったれ。いえさ。では発電機を設置します。画面下の建設メニューから発電機を選択。円で示される範囲に通電するようですね。範囲内に兵舎が入る場所に設置します。ポチッとな。ええで、これでワイも安心してスヤーできるがな。おめえがスヤーするのかよ。じゃあ次は飯やな、飯。キャンプの施設は通路に繋がっていなければ使えません。建設メニューから通路を選択して食堂と道を繋げます。ええで、次は電気や。ビリビリで頼むわ。送電線を繋げて食堂にも電力を送ります。ははは。何はロトンねん。いいよ、実にいいよ。次はコックさんやな。ちょうど候補者おる境事務所まで来たってや。あいつを見ろ、間違いない。奴は生まれながらのコックさん、ワイにはわかる。そりゃすごいですねさ。求職者はみんななんかスキル持っとってな、得意不得意があるんやで。それちゃんとよう見て雇わんとあかんで。ほなよろしくな。ではこの方の情報を確認。お名前はハンセル・ポポスキーさん。右側のウィンドウにスキルやステータスが表示されていますね。下の欄にはどの職で雇用するのかと給料が表示されています。職種はキャンプ内の施設で働くスタッフと兵士の2種類があり、さらにそれぞれが細かく分かれているようです。雇うのはコックさんだから今回はスタッフさんなのね。ポポスキーさんは料理への熱意と優れた味覚を持つスキルをお持ちですね。つまりコックさん向きなのね。職種の欄には候補者との相性も表示されています。ポポスキーさんの相性は 65%、悪くありません。じゃあ採用決定。ではポポスキーさんをコックとして採用します。早すぎるお着替え、ご主人様じゃなきゃ見逃しちゃうね。このように軍事キャンプを運営するには様々な施設が必要であり、施設を動かすにはスタッフが必要であり、それに適した人材を雇用して割り当てていくということですね。でも今何にもないじゃん、このブートキャンプ。ですからまずはキャンプの運営に必要な施設を建てて、そこに必要なスタッフを雇うところからスタートですね。食堂の横には食料倉庫を設置。キャンプの運営に必要な資源には食料以外に医薬品、燃料、弾薬があり、それぞれ倉庫を建ててそこで保管するようです。弾薬ってのがブートキャンプ感あるのよ。次はメンテナンスビルを設置。キャンプ内の清掃から施設整備全般を担当します。施設を設置したら従業員を雇用。
都合よく給食に来たロバート・クラークさんを採用決定。生かした髪型してんじゃないのクラーク2期。メンテナンス職との相性は 75%。 やつは生まれながらのお掃除屋さん、俺にはわかる。従業員も雇ってキャンプが稼働を始めたので燃料倉庫を設置します。さらに保守点検担当の従業員を追加雇用。お名前はソフィア・オーケスさん。やつも生まれながらのお掃除屋さん、俺にはわかる。ハートマンうっさい。燃料や弾薬など物資の補給はワールドマップから行います。必要な品を扱うお店を選べば購入することができます。もちろんタダやないで。それにな、お値段もお店によって違うんや。買ったもんはヘリコ使って運ぶ境な。遠くのお店ほどお高いってことなんやで。雑な配達だな。おい、ツヤーする弊社もハフハフする食堂も完備。そろそろ訓練やろうぜ磯野。でもこの辺り人会話とかゴロゴロ、こんままじゃ訓練する場所建てられへんで。自分ちょっとその辺キレイキレイしたってや。ということで破壊ツールを選択。気合輪を取り除いて訓練場予定地をさらけにします。これやんないとなーにも建てられないのね。よっしゃええで、次は訓練場やな。訓練場には2種類あってな、一般訓練場と専門訓練場や。一般訓練場ってのはまああれや、HP とか MP 増やすあれな。なるほどわからん。体力や精神力など基礎能力を鍛えるということでしょう。ならそうええや。すまんな。で、専門訓練場ってのが文字通り専門職を育てるとこやな。戦場ってほら、あれやん、なんか、こう、あるやろ。なるほどわからん。歩兵や工兵、砲兵、パイロットなど専門技能を訓練するということでしょう。ザッツライト、そう、それやがな。だったらそうええや。すまんな。では最初の訓練場として通信兵の訓練場を設置します。そしてキャンプ最初の訓練生としてシェリル・スコットさんを雇用。キャンプで育成する兵士は兵科によって特性があり、スタッフと同様スキルやステータスによって相性があります。通信兵に必要なのは知性だから、知性の高いスコット歴が相性バッチリってわけなのね。キャンプ最初の兵士です。ここからようやくスタートですね。ああ蘇る我が戦場の日々よ。キャンベル軍曹、おめえはまっことほんまの男やったで。あ、そういうの結構ですさ。そうか、すまんな。ええんやで。従業員には勤務シフトを設定できます。保守点検業務は24時間稼働が必要なので、複数の従業員を雇って常に誰かが勤務している状態にしましょう。おはようさん、昨日はぐっすりすやすややったで。てこでも動かんっちゅうやつや。知らんがな。じゃあ今日のお仕事やな。次はやっぱあれやな、大砲ぶっぱしようぜ。大砲、ミサイルもあるよ。通信兵大事やけどピコピコしてるだけやと勝てんからな。やっぱ火力よ火力。翻訳プリーズ。砲兵の訓練場を設置するということですね。ならそうええや。すまんな。ということで砲兵の訓練場を設置。その隣に弾薬倉庫を設置。訓練するにも弾薬必要だしね。ワールドマップで弾薬を購入。そして新兵を雇用して訓練準備完了。採用するのはサイモン・ディーンさん。候補者2人いるのね。ディーンさんの方が砲兵の適性が高いんですよね。ディーン歴が 60% でケツアゴが 40% じゃしゃあないわな。すまんな、ケツアゴ2機、また別の機会に頼むわ。砲兵もう一人雇ってもいいみたいですね。お、いいタイミングね。よかったな、ケツアゴ2機。しかしここで新たな候補者登場。砲兵適正率 60% とケツアゴの上位互換。なので即採用。すまんな、ケツアゴ2機。ケツアゴ2機の今後のご活躍をお祈りするのよ。そして最初の通常訓練施設としてインテリジェンス訓練場を設置。知性が重要となる通信兵のスコットさんには通信兵スキルと知性スキルの訓練をバランスよく受講するようにシフトを設定しました。兵科だけじゃなくてスキルもそれぞれ訓練場が分かれてるのね。最初から全ての訓練場は建てられないでしょうし、どの順番で訓練して育てていくのかも結構悩みそうですね。しばらくは訓練風景を眺めるお時間。お、やってるやってる。ディーンネットとイプソン歴がハッスルハッスル。ここにケツアゴ2機がいないのが残念至極。ケツアゴ、お前と戦いたかった。よく頑張った。もうお前らは一人前のソルジャーや。そろそろ初陣なんてどや。ファーストミッションやな。嬉しかろ。いや、二人ともまだ訓練始めたばっかなのよ。訓練した兵士はミッションに挑むことができます。ミッションで敵を倒して領土を奪還するわけです。あ、それと自分まだヘリポート立ててないやろ。あれないとヘリコ飛ばせんから立てといてな。ということでヘリポートを設置して最初のミッションに挑みます。ワールドマップに表示されたミッションを選択。担当する兵士を割り当てていきます。
ミッションによって必要な兵科が異なっており、その兵科の兵士を育てていないとミッションには望めないようですね。今回のチームは通信兵のスコットさん、そして砲兵のディーンさんとトンプソンさんの3名。このチームでファーストミッションに挑みます。お願い3人目き、死なないで。成功確率が表示されていて、その値は 90%。 これはいけるでしょう。ミッション開始。画面右上にミッションの進捗率が表示されています。ミッションが終わるまで時間を進めましょう。間もなくミッション完了。ミッション完了、結果を確認しましょう。ビクトリー。無事最初のミッションを成功。成功報酬1万2000と研究ポイント25獲得。チームの3名も無事帰還。いや、よかったよかった。このようにキャンプを運営しながら兵士を育て、育てた兵士をミッションに送り込む。ミッションをこなして報酬を得て、さらにキャンプを拡張、そしてミッションをこなして領土を奪還していく。それが本作の流れのようですね。訓練施設作ってくってのが町づくりとはまた全然違うのね。兵科やスキルごとに施設も分かれていますし、キャンプを運営しながら訓練施設を整え、さらに兵士を育てていくのはなかなか大変そうです。研究要素もあるみたいだしね。まだ開発中ってハートマン言ってたけど、研究でアンロックされる施設も多々あるんでしょうね。施設の配置も考えてくとなかなか楽しくなりそうなのよ。本作ワンミリタリーキャンプは2022年発売予定です。なお今回プレイしたデモ版は日本語未対応でしたが、 Steam のストアページでは日本語対応予定となっています。デモ版絶賛配信中なので、ご興味のある初形はぜひお一つどうぞ。以上、今回は現在開催中の Steam Next Fest よりワンミリタリーキャンプのデモ版プレイ実況でした。ご視聴ありがとうございました。